若宮和夫です。昭和5年12月11日生まれです。私が生まれた頃の家の近くの環境のことをまずお話しします。私の住んでいたところは非常に文化的な環境で、今皆さんが羨ましがるようなところでした。例えば私の家の前は東京大学と東京芸術大学の教授の小松清さんという方が住んでおられまして、その隣は慶応義塾大学の、高等学校の先生で犬塚さんという人だったんですが、そのまた隣が東京大学の教授で井出隆という人で、この人はギリシャ哲学の権威であったんですね。でそのまた脇のうちは東京の有名なデパートの支店長かなんかをやっておりまして、今度はまた小松さんの前のうちが東京のお茶の水にある有名な病院で、三楽病院というのがありますが、そこの内科医長をやっておりました。でそのまた蓮向かいに幼稚園がありまして、そこはキリスト教系の幼稚園だったんですね。でこの幼稚園には私の兄弟3人が全部そこの卒園生です。でその隣が N 教の指揮者である山田和夫さんという方が住んでおられて、そこはまたちょっと我々の家のような日本風の家屋でなくて、洋風の家屋だったものですから、その頃そういう建物のことを西洋館と言ったんですね。西洋の建物ということで、西洋風の建物ということで西洋館という言葉があったんですが、それで2階建てで今でも残っております。でその幼稚園というのは、高崎さんという人がやっておりましたけども、その人は有名な香川豊彦さんという方の思想に共鳴しまして、元は不良少年か何かで四等を振り回したりなんかして、大変なこの厄介者だったらしいんですが、後に心を改めまして、そういう何か幼稚園のやってみようということで園長をやっておりましたですね。でそこの幼稚園っていうのがちょっと変わっておりまして、音楽教育がすごく熱心で、その頃、ドレミファじゃなくて、日本ではハニホヘトイロハとかいうようなことを音符を使ってたんですね。外国語はいけないと、適正な言葉であると。その時にそこの幼稚園では、ドイツ語のツェデゲーハとかそういうのを使って、教育をやってました。そういうようなところで生まれまして、母語三線という言葉がありますが、孟子のお母さんがいたら大変羨ましかっただろうというようなところに生まれまして、そして、小松さんというのはご存知の方は少ないかも分かりませんが、東北地方の出身で秋田の人なんですが、今でも小松四兄弟の日というのがありまして、それは小松さんの兄弟というのは全部音楽家なんですね。で上が小松光介さんといいまして、それは長兄ですが、その方はもう日本中で知らない人はいないぐらい有名な音楽家で、日本で初めてその、合唱コンクールというのを組織したり、それから東京芸術大学に在学中に学生の身であって日本初のオペラを作詞作曲したという方で、日本初ずくめの方なんですね。それはなんかちょっとこのネットで調べたんですが、そしてですね、私が中学に進んだ時に、阿佐ヶ谷と隣の荻窪の中間あたりにある中学だったんですが、そこの音楽の先生がまた小松平五郎さんといいまして、小松四兄弟のうちの一人なんですね。でその方が音楽を教えた、この方も指揮だとかそれから作曲なんかをやっておられた方なんですが、で一番驚いたのは最初その中学に入った時に音楽の教科書が小松平五郎さんの書いた「楽典」という本で、
それが三省堂の発行だったんで、そんなに偉い先生だっていうのを最初知らなかったもんですからびっくりしまして、そういうことがありまして、その中学の時のことを話しますと、中学がちょっと変わっていまして、普通の中学と違って馬術っていうのがあったんですね。で、馬が10頭ぐらいいたんですよ。で、まあ、馬術部の人っていうのがそれを世話してて、で、馬術が成果であって、みんなやらなきゃいけないと。そうですから我々もその最初ゆっくり歩くのを波足とか速足とか駆け足というのもありまして、全部やるんですね。で、裸馬に乗りまして、蔵がないんですね。で、あとは自分が孫みたいに馬の口を捕らえてそれで歩くのとかでいろいろやりましたですね。で、そのうち戦争が激しくなってきたので、結局だんだんその餌もなくなってきて、で、最後にはですね、結局みんな栄養失調みたいなガリガリになっちゃうんですね。それでしょうがないからってんで、みんな屠殺して、で、結局学校が生徒になんか肉をなんか売ったりなんかしたんですね。馬の肉をすごいことやりましたですね。それをなんか今でも覚えてます。それでですね、いろいろ変わったのがありまして、園芸っていうのもあったんですね。園芸っていうのはそのいわゆるその植物を育てたりするのがあって、で、その農業学校じゃないんですけども、普通の学校なんですが、温室何かがありまして、それでそういう事業は成果で、あったんですね。で、漢文の先生なんていうのがまた変わってまして、お坊さんなんですね。で、それも驚いたんですが、教室に最初挨拶に出た時に頭がもう反ってあるんですね。それで、それ見た時にこれはなんだお坊さんじゃないかと思ったら、その人が漢文を教えるわけなんですね。そういうことで、だん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 戦争が激しくなってくると、空襲が今度は美に軸がたくさん飛んできまして、空襲が激しくなってきた。そして今度は学校を守るっていうことがあったんですね。で、学校防衛隊というようなことになりまして、生徒が学校に駆けつけるんですね。で、その時に火事になった時にそれを、消す燃え広がるのを止めるために、カラス口とかなんか鉄のあれがついてる、とんがったのがついてる棒がありましてね、それを持ってですね、鉄兜をかぶってそれで駆けつけたんですね。で、あの頃は、兵隊さんみたいにやっぱり足にゲートルっていうのを巻いてそれでいたんですね。そしてまあだん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 その激しくなってくると、すぐ帰れなくて、そのままその学校に居残って、夜なんかもそこで寝るんですけども、鉄兜をかぶって、それでそういうゲートルを巻いたまま木のテーブルの上に寝たりなんかしてそういう記憶もありますね。それで近くに中島飛行機っていう会社が工場がありまして、それで飛行機結局その近くに高射砲陣地があって、ビニールが飛んでくるとバンバン撃つわけですね。そうするとそういう破片がですね、校庭なんかに随分散らばってまして、もうすごいそのささくれだったようなやつで、こんなのが当たったら大変だろうなというようなのがほぼ校庭なんかにも散らばってましてですね、そういうことがありましたね。